上田加藩、上田加藩、上田義則、11月18日隊は、長野県松本市出身の元プロ野球選手、外野手。現役時代は、北海道日本ハムファイターズ及び中日ドラゴンズでプレー。日本ハムへの入団1年目までは投手だったが、2年目のから外野手へ転校。2、中日で現役を引退した後も、まで、同球団でコーチを歴任。 2016年からは横浜 DNA ベイスターズの一軍外野守備総類コーチを務める。松小学園高校時代はエース投手として甲子園に二度の第63回選抜大会と第73回全国選手権大会出場。前者は準優勝同学年である愛工大名電高校の鈴木一郎を無安打に抑えた。天理高校。 大阪桐蔭高校、国士舘高校と2回戦準決勝まで3連続、完封勝利を挙げ、35イニング連続無失点と、抜群の安定感を見せる。校舎はベスト8まで進んだが、対四回市工業高校戦において、延長16回に支給を受け、サヨナラゲームで勝利をつかんでいる。相手投手は、井出本健一郎。国民体育大会で優勝経験がある。 打撃力もありハワイ選抜では4番に座った。その後、1991年のプロ野球ドラフト会議で日本ハムファイターズから1位指名を受けた。地元、長野の2軍戦にて初勝利を挙げるが1軍当板はなく肩の故障をきっかけにより外野手へ転向。2、初めて1軍に昇格し、106試合に出場、49安打を記録した。 投手出身ゆえの強権と講師が持ち味で、2は移籍してきた、落合博光の指導を受けた回もあり、規定打席にも到達し、打率3割をマークしたが、その後は不審と怪我で伸び悩んだ。シーズンオフに、日本ハムから戦力外通告を受け、12球団、合同トライアウトに参加した。その後、かつて日本ハムで共にプレーした。 落合博光が監督を務める中日ドラゴンズの周期キャンプでテストを受け、同年11月11日に合格した。中日移籍後は、の序盤こそ先発出場が多かったものの、以降は1軍と2軍を行ったり来たりとなり、和2軍暮らしが主となった。2006年10月10日、対読売ジャイアンツ戦、東京ドームで通算戦試合出場。 同月12日の対阪神タイガース戦、阪神甲子園球場に開催された日本ハム時代の同期入団で同僚、片岡敦志の引退号で先発出場を果たし、試合後の胴上げに参加した。2007年のアジアシリーズ決勝戦では、9回に左翼手として守備につき、ウイニングボールを掴んだが、同年シーズンは終盤まで一軍昇格できず、 昇格後の出番も怪我で離脱した英知の大役としての守備まめが多かった。2008年は二軍暮らしが続き、二軍でも代打での出場が多かった。9月26日に引退を表明、翌9月27日に一軍に昇格し、引退試合となったその日の対横浜ベイスターズ戦に6番、右翼手で先発出場。一回裏に回ってきた最終打席は、 マイクウッドの投じた初球を叩き投手頃に終わったが、スタンドからは上でコールが起こった。11月28日に任意引退工事。引退後もまでコーチとして中日に残留。2008年にはシーズン終了直後のフェニックスリーグで一塁、ベースコーチを務めると、10月28日に二軍、外野守備総類コーチへ就任することが、球団から式に発表された。 2は、2軍打撃コーチを兼任するとともに、3類、ベースコーチを務めていた。2は、シーズン序盤から途中まで1軍を担当、1類ベースコーチを務めていたが、8月16日に、石峰和彦打撃コーチと入れ替わる格好でに、軍担当に回った。のシーズン序盤は、2軍で、外野守備総類コーチを務めていた。5月19日に、役職を、 平野健と入れ替える格好で一軍へ復帰。復帰直後は、平野から一塁ベースコーチを引き継いでいたが、同月27日の福岡ソフトバンクホークスとの試合中に三塁ベースコーチの渡辺広之と交代。後に平野が一軍へ復帰してからも、そのまま三塁ベースコーチを務めた。からは一軍外野守備走塁コーチとして、三塁ベースコーチを正式に担当。 から2年契約を結んでいたが、契約期間の満了を機に、2015年10月13日付で、中日を退団した。2015年10月22日に、横浜 DNA ベイスターズが、コーチとして上田と契約したことを発表した。同球団では、2016年度から一軍、外野守備総類コーチを務める。総攻守三揃った選手で、日本ハムで、 外野手へ転校してからは、スタメン以外にも、代打、大走、守備固めなどで幅広く徴用された。清涼高校の選手として、松小学園時代の上田と対戦した松井秀樹は、メジャーリーガーとなった後のに当時を振り返り、著書で野球人生で初めて壁を感じて、大きな影響を受けたのが、この上田さんの対戦だったと述べ、苦戦した経験を記している。 秋の北信越大会と三連時の第73回選手権大会で対戦している。また、リトルリーグ時代に全国大会で後にチームメイトとなった小笠原道広所属するチームと対戦した。漫画家の矢沢愛は高校時代の上田に影響されて薄紅の嵐と続編の空を仰ぐ花を描いた。単行本に掲載されている。 矢沢本人の手書きメッセージ欄にも、松小学園の上田くんに女学生用にと決めいて、しまったドラフトで、上田くんが日ハムに入団することが決まったとき、今日から日ハムのファンになる、と決めたが、ファンらしいことは何もしていないと書いている。自身と同じ松本市出身の柳沢祐一とは、松本市にや、松小学園のチームメート、プロ入り後は2006年のみ、 中日に一緒に在籍していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。